今日は2、3日1回アルティメットファクターを入れてほしいって書いてあったんで、安定するまでは入れていこうかなと思います。どのくらいかな、すり切り1杯結構これ油膜みたいに広がるんで、きのこみたいに広がります。粉が舞ってると思うんですけど、これがアルティメットバクターですね。効いてるかは分からないですが、まだエビちゃんはなくなってません。早くホーランの舞が見たいな。もうちょっとかかるかな。水槽がまだね、打ち上げてちょいちょいなんで。前の方に落ちビエビは出てきてないですね。照明暗くするとすごい出てきます。夜行性や。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今夜の11時過ぎなんですけど、もう消灯時間でライトも消えてるんですけど、すごい夜行性なんですね、ビーちゃんたち。みんな表に出てきてます。で、餌もなくなってます。いつの間にか団子になって食べたんですかね。面白いね、ビーちゃん。南はいつでもいるけどね。